This strange gloom keeps getting thicker. We've been descending for a while now. These tunnels are deeper than I thought. What could be down here? この瘴気に触れ、体調を崩す者も多いと報告を受けています。あなたや私は、この程度なら大丈夫なようですが。それにしても、なぜハイラル城の地下からこんなものが？この先の調査は危険が伴うかもしれません。でも、あなたがいてくれれば安心です。リンク、早く原因を突き止めましょう。
丈夫でしたか、リンク。この壁画は？王家に伝わる古文書には、今からはるか昔の神話の時代に、人と魔王が世界の覇権を争う大戦争があったと記されているのですが、ひょっとしたらこれはその伝承が描かれているのかも。先ほどの像にかたどられていたソナウ族と、これは私たちハイリア人のようですね。ソナウ族はまるで天から降りてきたように見えます。私の祖先ハイラル王家の祖は天より降臨せし、神の一族と結ばれ生まれたと言われています。この壁画を信じるなら、天より降臨せし一族とはソナウ族、その一族と大地のハイリア人が交わり、やがて起こった国がハイラル王国。しかしそこに邪悪なる者が現れ、王国の大いなる力を奪う。すべて古文書の内容と一致している。そして魔王が誕生し、それを打倒する戦いが起こった。ここに描かれている人物、これが魔王と呼ばれたものだとするならば、すごい。やはりこれは古文書に記されていた大戦争、封印戦争の全容が描かれた壁画。リンク、これは大発見です。これはフルアが作ってくれたのですが、持ってきておいてよかった。こういうものを記録するのにとても役立ちます。この先は埋もれていて見られませんね。ここは一体何なのか、答えはこの先にあるように思います。今は先に進みましょう、リンク。
れは？砕ける刃では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。